第9回テンパレボードゲーム部、イエーイ。はい、部長のちほりんです。はい、副部長のみゆです。部員1位、いずみん。部員2位、りんか。一番下っ端、うさみんです。下っ端下っ端。はい、今回テンパレボードゲーム部に副部長が誕生しました。イエーイ。やっぱゲーム好きなんでね、いや、慣れて嬉しいですよ。しかも勝率高いしな。そう、はい、頑張りますよ。ということで5人で今回やっていきたいと思います。そして今日やるゲームは R ライバルズという1対1で行うカードゲームとなっております。まあ、こちらいろいろありまして、シンプルなんですけど、まあ、この心理戦でやっていく駆け引きのあるゲームとなっておりますので、はい、じゃあルール説明を副部長にしてもらいたいと思います。はい、ルール説明させていただきます。こちら1対1のカードゲームで、0から7の8枚の数字が、0から7の数字が書いた8枚のカードを手札に持って勝負します。おそして1枚ずつこちらも適当に、まあ、いせーのでえいって出します。そしたらこう数字の、とりあえず数字の大きい方が前提として勝ちというゲームになっております。で、先に4勝した方が優勝です。こうで、ただ数字が大きいだけじゃないんですよ。はい、これ1枚1枚でね、ちゃんと役職が書いてあって、はい、その間とか説明してもらうんですけど、役職を考えながらこう出していくっていうね、心理戦のゲームとなっておりますが、では役職の方、部長お願いします。はい、じゃあ0からいきたいと思います。0がこの道化というカードになってます。この特殊能力は勝敗を次の勝負に持ち越すということで、このゲームで0を出すとドロー、引き分け、引き分けになります。だから勝利も負けもないっていうゼロの道化のカードです。そして1、姫。こちら姫は数字が1になってて、相手のカードが王子ならあなたはこのゲームに勝利するということで、ゲームに、そう、この勝敗じゃなく、勝負じゃなくって、要所要所なくていい、この1対1のゲームに勝利するというカードになってるので、めっちゃ強い、まあ、数字低いけど強いんですよ。で、後から王子出てくるんですけど、まあ、王子に勝っちゃうっていう、姫やっぱ女社会やな。弱いね。はい、そして2の数字の未定。こちらは相手は次の勝負で先にカードを出さなくてはならない。このターンでは効果ないんですけど、次のターンで例えばここで勝負したら相手に先にカードを出させることができる、うん、本当は同時なんですけど、先にカードを見てから強いやつを出せる、うん、みたいな、まあ、有利ですね。そう、有利な数字ですね。2、見て。そして3、暗殺者。こちらは数字の強弱が逆転する。相手のカードが王子ならこの能力は無効になるということで、3と4とかだったらこっちが弱いけど相手が4で高いので、3と4の数字が逆転するというものになっております。そして次、4、大臣。このカードで勝利した場合、2回勝利したものとして扱う。なのでこのカード同時に出して、このカードで勝利したらほんまは1勝やけど2勝分として扱われます。1回得、なんか先に勝利しやすくなるゲームに。そして5、魔術師。相手のカードの能力を無効にするということで、まあなんか出してました、能力あっても、これを自分が出してたらその能力を無効にできるっていうカードで、そう、もう強い、だって全部いろいろ癖がある、癖のあるカードになってます。そして6、将軍。あなたが次に出すカードの強さが2上昇するということで、これもこのターンではないんですけど、次に例えば4出しました、プラス2として扱われる、なんか相手より数字が高くなる可能性が高いっていうものになってます。そして出てきました、7、王子。こちら最強の7ですね。でも7なんですけど能力ありません。そして1に負けます。まあいつ出すかですね。そう、いつ出すかですよ。だから能力によってはこいつが一番強い可能性もあるし、っていうものになってますので、難しいですね。難しいですね。まあやってみたら分かるでしょう。若干の運要素もありますからね。そう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 、まああるからね、駆け引きをしていきたいと思いますので、
それではレッツアールライバルズ。では泉さん、勝負を挑みます。ポッポッポッ、かしゃってきなさい。めっちゃ腹立つ。まあまあまあ、そう言ってられるのも今のうちだ。それはどうかな。部長に勝てると思ってるのか。勝てばやんの。はい、では今回は千穂と泉の対決でいきたいと思います。いいね、いくぜ。まあ、あんま覚えてない。行くか。いける。はいはいはい、はい、ではえーとね待ってね。はいはいはい、はい、いくよ、はい、じゃあ第1ターン目、せーの、じゃん。お、6対4。お互い顔変わりますね。マジ。あ、違う。このカードで、はい、勝ちました。はい、6対4なんで伊豆さんの勝ちです。ちなみに伊豆さんのカードの効果が次にプラス2ということで、マジ1本までプラス2。はい、マジ強い。マジ。ではお次のカードを選びください。はい、どうしよっかな。何がいいかな。え、2プラス、そう、伊手さんのカードが2プラス。何を出すかな、何を出すかな。決まった。お、めっちゃ真剣やん。はい、行きましょう、はい、じゃあ行きます。せーの、ダン。5と7魔術師は 5!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  でも、2を、2を、あ、そうだ。だからえ、相手のカードの能力、いや、まあ、これなんで、もう一個前今のカードの、あ、やだねー。の勝利ね。いいさー、わからへん、もう全然。ここにするだったんですけど、ドローなんでもう意味ないですね。そういうことか。そう、なるほどね。さっきの効果は続くので。なるほどなるほど。今のは伊豆さんの勝利。そうか。では次のカードをお選びください。はい、オッケー。決めましたか。うん、では行きましょう。せーの、じゃん。お、2対0。お、0で同級を出しました。同級を出したということは、この勝負はドローとなりますが、伊豆さんのカードは何、相手は次の勝負で先に勝負を出しない。ということで、はい、勢いさん先に出していただいて、お出していただいて。どうしよう。先生なんでね、もう先生むずいな。でもね、優位になる時もあるからね。そうやな。え、どうしようかな。 OK、 いきます。せーの、じゃん。3番、数字の強弱を逆転する。相手のカードが落ちたらこの能力は無効になるということで、泉さん、この3に勝てるカードを選びください。7か。ゲームマスターですか。逆になるんだよね。逆になる。7か低いか。それ何？3で3で3で3以下かな。王子暗殺者。はい、出た。あー、王子を出しました。ということで、ここで泉さん、ここで王子使ってくるの。まあ、ここは勝ちにいったな。今の現状のところで、じゃあこれ相手のカードが王子ならこの能力、あ、そうか、そうだから反対にならなくて泉さんの勝ち。あ、そう、今の点数、泉さんが3点、千穂0点ということ で、お、ちょっとリーチかかっておりますが、次勝ったらもう勝利です。マジ3対0ですね、今慎重に、では慎重に次のカードを選びください。逆転もありえますよ、これは。でもこっから4勝しなあかんやろ。そう。4勝したらすごい、そう、奇跡を願って。そうか、オッケーオッケーオッケー、いきます。はい、せーの、じゃん。お、1対6。ということで圧勝ですね、ジホリンの勝ちです。効果は何ですか。まあ、1は王子に勝てるだから関係ないです。6は次に出すカードの強さが2上昇。お、プラス2。次、ちょっと見てるぞ。やばい、逆転劇始まる。
やばやばやば、これこれ逆襲逆襲の地方に逆襲の地方に。じゃあ、はい、決めました。決めました。はい、いきます。せーの、じゃん。3対2。お、あ、こっち3の、あ、違うんですよ。3のね、効果が数字の強弱を逆転ということで、で、プラス2で良くなるし、プラス2で4だから逆転してるから、プラス2ってこれに関係ある、これに関係ある、プラス2で数字の効果が逆転してるんで4対3勝ってる。やっぱり部長がやばい。はい、インカタヤサミです。イエーイ。え、どうしよう。はい、どうしようかな、何出そうかな。年下コンビ頑張れ。そうだよ、年下コンビ。頭回転すごそうだからな。いや、私こういう系の心読む系のゲームめっちゃ好きなんですよ。なんか人狼とかも一時期マジでハマってたし、だからまあ任せてよ。はい、いきますよ。いいですか。せーの、だ。お、姫対大事1と呼んで、お、じゃあリンカちゃんの勝ちですね。あ、でもリンカの勝ちで、大臣このカードで勝利した場合、2回勝利した場合の勝ち。急に2対0で2対0や2やった。結構有利になったもん。わー、でもこっからです。こっからじゃん。さあ、何を何を出すんだ。え、むずいな、普通に。オッケー、いきます。せーの、ドン。5、魔術師対3、暗殺者で、暗殺者が強弱を逆転するが、暗殺者で無効にするので。やった、私勝ち。イエーイ。2対1です。今嬉しい、今めっちゃいいところでこのカード使ったじゃん。嬉しいな。それは捨ての勝負やから。そう、こっからですか。こっから、先輩、先輩、こっからですか。けど、通常級の手数でも怖いよな。どうしよう、どうしよう。怖いな、なんか今そうやってさ、おっきいの残したら怖いなって言って、おっきいの出すぐらいバチバチ出してきてる、この怖いね。元気してきてますね、新入生。これでいきます。いきますか。じゃあ私からにしよう。いきます。せーの、ダイ。0、道家対6条件で、はい、あとこれはドローですね。無条件ドローカードなんで、ちょっともったいないな。でもこっち、うん、そう、あ、そうや、あ、そう、そう、6で次のターンのね、強さがプラス2になる、プラス2になります。おー、はい。じゃあ、私は次これでいきますね。どうしようかな、どうしようかな。今何対なんだ、だから1対2。お、1対2、まだ変わってないか、そうか、うん、じゃあこれでいいや。はい、いきます。せーの、ダン。どうだ。お、2対2で、でも2からプラス2なので、りんちゃんの勝ちですね。ほんまや、2対2、りんちゃんの勝ちです。え、しかも、まだに次のカードで先にカードを出す。そう、だから一緒だよ。つらい、すごいよ。今3でしょ。1対3。え、これ結構有利じゃね。つら、どうしよう、やばいやん、もう負けれへんやん。次、やばい、もう負けれへん、もう負けれへん。ねえ、なんでこんな戦いになるの。負けれへん。私しかも、もうりんちゃんが何出したか覚えてたのに忘れちゃった。決まったか。これかな。オッケー、決まりました。せーの、ダン。
6将軍対1姫で、やったー、うさみの勝ち。それで3対2になりました。やばい、うさみは次プラス2だ。プラス2です。2対3、いい勝負だぞ。いい勝負してるね。オッケー、これだ。これですね。せーの、ピャン。あ、7王子と0同期で、うわー、だって4勝しようと思ったらさ、もう
もう勝ち続けて頑張らなあかんってことやろ。もうあと5枚しかないですからね。マジか。じゃあもうこれでいいや、とりあえず。これでいいや、とりあえず。とりあえずな、決めに来ました。ちょっと待ってや。オッケー、オッケー、いきます。せーの、チョイ。6対6なんだよ、ちょっと待って。なんだ、黙ってな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 、逆に黙ってな。後でしたのか。6はあなたが次に出すカードの強さが2倍、2個上昇するですね。そうですね。じゃあ2人とも2上昇で、2人とも2上昇で、いやいや、能力がないから、能力ない、ない、ない、ない。もうどうすればいい。お、もう4枚しかないからね、あと。そうですね、じゃあ行きましょう。これ、せーの、じゃない、1対1。姫と姫で、今もうこれで決めたろって思って。はい、決めた。逆にすごい、もう勝て、もう勝利はなくなった。勝利はなくなった。もう残り3枚しかないから、勝負が決まらないことが決まりましたね。もう姫も使っちゃったんで、もうこの勝負引き分けということですよね。そう、とりあえずやるだけやってくれる。最後までやるか、最後までやるか。はい、じゃあこうなるよ。絶対出してくると思う。同じ思考回路やから。これで外れたら面白いです。クリスちゃん、いくよ。せーの、はい。お、7対0だが、しかし勝負は次の勝負に持ち越す。でも言うて、もう分かってるんで。持ってるか。はい、それでまだ点数は0対0のままです。せーの、じゃあいきます。せーの、はい、0対4。はい、大臣の効果は何ですか。大臣はこのカードで勝利した場合、2回勝利したものとして扱うやけど、まあ無効にされたので0対0意味はありません。せーの、じゃあ、はい、でも多分これ7対4で勝利の勝ちです。ということで、ドロー。2対0やけど、4回勝利してないので、結局この勝負はドロー。なんやこれ、途中までマジで思考回路一緒すぎた。やばかった。そんなことある、びっくりするね。ピエン。はい、ということで R ライバルズいかがだったでしょうか。いやー、さまざまなね、試合が見れましたね。はい、楽しかった。めっちゃ結構心理戦、だいぶね、なんか知識あっても負けるし、知識なくても勝つし、タイミングとか、ね、そう、タイミングなので、皆さんもね、ぜひ、まあ、賢くない、全然関係ない、大人子供いっぱい楽しめるゲームになってますので、ぜひよかったら皆さんも R ライバルズやってみてください。それでは以上、私たち天候プラグです。